い、コンピアニーです。あれ音おかしい、ちょっと待って、あれなんかさ反響してる、ごめん、ちょっとさ音反響してる、ちょっとお名前呼ぶね。エールちゃん、オレオレさん、カティ、ガンジーさん、ルドルフさん、キノさん、トラオちゃん、ウタウさん、イロウダさん、コハクさん、ガンジーさん、ウタウさん、ルドルフさん、月城さん、カティさん、カノーマンさん、お久しぶり、モナアイさん、エールさん、ルドルフさん、あ、さゆみちゃんいらっしゃい、来てくれてありがとう、ガンジーさん。え、本当？なんか私の耳おかしい、なんか反響してない？大丈夫？こんなもん。あれなんかさ、あれはうってない、たけのこちゃんいらっしゃい、はうってない、大丈夫、え、なんかちょっとさ、なんかえ、エコー入ってない、大丈夫。あれ私だけ、いろりだ、ごめん、いろりさん。あ、エルドなんとかさん。コンピオニー、ハロー、ハロー、ナイスミーチュー、はうってない、え、本当？配信ははうってないから、本当？よかった、あ、お兄ちゃんいらっしゃい、コンピオニーです。大丈夫？え、じゃあ私のヘッドホンがなんかちょっとあれ、もしかしてバージョンアップした？本当大丈夫？何もなってない、なんか私いじくったかな、ちょっと待ってね、で、モニター出力、マイクモニター出力、これか、違うな、モニターオフ、あ、これで、これでどう、これでどう、え、みんな聞こえる、モニターと出力あんま変わんない。え、なんかおかしく聞こえる、え、私だけかな、まあ、いっか。まあいっか、大丈夫、え、いっかいっか、はーい、久しぶり。大して何もねしてなかったんだけど、久しぶり。全然大丈夫、本当？じゃあいっか。みんなが大丈夫ならいいですわ。みんなはこの3連休何してました？私はね、ベッドからほぼ出なかった。オタクの極みしてたよ。みんなは何してました？ワイはほぼベッドから出ない生活してました。あ、村田学部来てた。いらっしゃい。まあね、久しぶり。でもショートは毎日上げてたから、みんなちゃんとショートにいいねとコメントつけてね、よろしくね。今日渋川まで墓参り、そうだ、今日もね、みんなお盆の人はお盆やってるよね。家会社家が会社じゃん。残念ながら仕事だった、お疲れ様です。お仕事お疲れ様です、頑張って働いてください、そして貢いでください。今日が急遽休みで4連休いらっしゃいました、よ、やったぜ、仕事、さゆちゃん仕事、マジか。あ、バンコさんいらっしゃい、来て、今来た、コンピューにいらっしゃい、仕事して酒飲んでゆっくり過ごしてた、いや、いい人生送ってるじゃないですか。ポルポルちゃんいらっしゃい、コンピューにです、まだ外暑い、いや外はずっと暑いよ。連休の存在忘れるくらい仕事、お疲れ様です、頑張ってください。あ、カールさんいらっしゃい、昨日は仕事、今日は自宅でのんびり過ごして、明日は仕事、あ、本当？じゃあ明日は仕事して、じゃあ明後日はピオと一緒にゆっくりしよう。今日は一人ピオちゃんの切り抜き作ってた、ありがとう。あとメイドカフェ行った、はぁ。他の女とこ行った話しないで。カイカイさん、コンピアニーです、あ、カンボジちゃんはコンピアニーです、今帰ってきた、お帰りなさい。ね、お仕事お疲れ様です。まあ、他の女のとこ行ってたのかもしれないけど、お帰りなさい。さっき、あ、雷、あ、そうだった、そうだった。私、ちょっと外全然わからんからさ、今日ずっとっていうか、夕方からさ、ずっとさ、こもって作業してたから、ちょっとわからんのよな。やっぱ音おかしくない？私だけ？待って、ねえ、これさ、ちょっと私だけか、なんか音おかしくないか、マジで。私だけ？ちょっとなんかさ、私だけなんか武道館にいるみたいな気持ちなんだけど、私だけちょっとヘッドホンおかしくないか。待って、私だけなんかちょっと待って、あ、これはさ、これはエコーかかってるよな、あ、かかってないな、うん、なんか久々だからか、
エコオプションついた。勝手に神々しすぎて申し訳ないな。にじみ出てしまったか、私のこの神々しさが。もう仕方ないね。久々だからね。ね、何日ぶり ?11 日に配信して、そう、私最後に配信したのが11日だからさ、ヘッドホンが武道館仕様になった。マジか。お前だけ勝手にカッカギしたんか。なんか私だけ耳だけ勝手に武道館行っちゃったかね。ね、アイドルになっちゃったね。もう今流行りのね、2部勝手に突入しちゃったか。私なんか足の耳だけね、行っちゃったかもしんないね。そう、なんか気がついたらさ、1週間近く配信してなくて、グータラグータラさ、ザニキニートしてたからさ、ヒキニートだ、ヒキニートしてたから、そろそろ配信せんのやばいと思いまして、配信始めました。そう、一応私専業 VTuber だからさ、VTuber することがお仕事だから、一応ね、お仕事せなあかんと思って改めてると、すごいブルンブルする。そうそう、めっちゃブルブルだから私これ。でもね、これだいたい H カップぐらいだから、実物は顔と大きい、顔と同じぐらいのものが団子三兄弟っていうところですね。はい、 M カップは、はい、そんな感じです。はい、そんなものが2つぶら下がってると思っていただければ。はい、そうですね、体重計もね、びっくりですよね。だって胸の分だけは体重重くなるからね。ね、本当に大変ですよ。もう最近とか入るブラじゃないからね。冷やし中華始めましたみたいな感じで始めました。アシリーちゃんいらっしゃい。怖くないよ、出ておいで。久々にね、なんかね、配信してみました。ね、でとりあえずね、やっぱりね、メンバーになってディスコード様に入れば本人写真見れるんですよ。本当にでっかばいな。軽々しく載せてるからね。そう、軽率に載せてるから、別になんか見られて恥ずかしいもんじゃないからさ。顔面もね、ご本尊も見られますわ。そうそう、な、そう、 なんかさ、やっぱり、なんていうの、そう、すごかった、見た。ありがとうございます。みんな新しいグッズ買ってくれましたか？新しいグッズ、ね、アクリルキーホルダー2種類とバッチ買ってくれましたか？明日ぐらいから発送始めるからね。よろしくね。ね、なんかね、なんだっけ、缶バッジの入れ物をどうしようかなと思って、メンバー興味あるのはちょっと見たい。あ、本当？メンバーじゃなくて、あれだよ、ファンボックスね、ファンボックス。ファンボックスに入ると、専用のディスコードに招待してもらえて、で、それで見れるってやつですね。はい。そうですね、買ったよ、本当。ちゃんと3種類買ってくれましたか？ちゃんと3種類買った？そう、なんか、アクリルキーホルダー1つとかじゃな、ダメだよ。アクリルからコンビニ払いました、ありがとうと。サイゼリアデートしたい。サイゼリアデートして。あ、ファンもね、了解さ、そう、ファンもよかったら入ってください。今月ね、今月私支払いピンチだからよろしくね。グッズ買ったよ、ありがとう。アクキー4種類買った、ありがとう。缶バッチは。そう、あ、今月ね、若田と2つ買ってくる、買ってって。お兄ちゃんのマイクプレゼントするんだから、私がマイクプレゼントするのに何ケチってんだと思ったからね、正直。全種類買った、ありがとう。ガンジさん、もう一種類ずつ買って。でも予算が1個で限界でした。大丈夫だよ、学ぶはね、娘さん育ててるからね、大丈夫だよ。それで懐事情も分かってるから大丈夫だよ。アクスタ買ってくれてたもんね、多分ね。私、娘さんに向けて、お父さんがいかに偉大かっていう、メッセージ書くからね。あなたのお父さんは偉大ですって。そう、みんなね、ここにいる村田学は、ちゃんとね、868回ぐらい腰振って、種付けして、今ね、中学3年生ぐらいの、あれ、中学1年生かな、ぐらいのね、お子様、娘様がね、今、いらっしゃいますからね。みんなと各地違うからね、遺伝子残してるから、みんな。村田学は、あ、はるかさんいらっしゃい。村田学すごいからね、みんな。みんなとは格が違うからね。ちゃんと子孫残して仲出ししてるから、みんな。ちゃんと子宮にね、精子届かしてるから、よろしくね。すごいよな。無駄打ちしてないからね。ちゃんとね、ちゃんと的中だから、的中。ステージが違う。そうだよ、ステージが違うから。その辺みんなね、ちゃんとこの言い方。カローマンさんもグッズ買ってくれた。あ、そうだそうだ。
あのそうだ、ジュースとさ、あのマグカップのさ、あの終了日が今日の23時30分までだった私あ、百発百中じゃないの、違う、百発百中じゃなくて7年間頑張ったらしいから、何回腰打ったのか私が計算して865回腰振ったっていう計算に至ったんだよね。だから865回そう腰振ったっていう感じです、はいあ、ケイさんこんばんは、 DM くれんかったやん名古屋のオアシス21で酒フェスに行って出来上がった人間です。おー、酔ってんのかい酔うなら私で酔っ払えケイさんいらっしゃい、来てくれてありがとう。ケイさんよかったら名刺入りませんか、ピオニーの名刺入っちゃわない、私でメロメロになってHHASMR 聞いてかない、ピオ用意しないっすか、ピオ用意ね、自分も先にワイヤー開けてます。何赤と白どっち、私はね、赤ワイン、白ワインのが飲みやすいけど、赤ワイン結構飲みがちですね。865発中の一発。いや、わかんないじゃんね。おとといのさ、一発が残ってて、精子同士助け合って、その一発に届いたのかもしれんし、ね、わかんないじゃん。働く細胞、ブラックみな？スマホからだと入れない。え？名刺はスマホからでも入れるよ。なんだっけ、名刺入り方教えてあげて、誰かディスコで聞いたら教えてくれるんじゃないか、みんなで名刺入れるよ、スマホからでも入れる。あ、スマートフォンだとブラ、あのね、えっ、ー、とアプリ開かなきゃダメ、ピオニーを抱き枕にしたり寝たい、 K さんはまずあれですね、私のファンボックスに入らなければならないまず私のファンボックスに入ってご本尊と私の M カップをまず確認してから、もう一度その発言をしなければならないね、スマホから可能だよ、だって PC なのでスマホがわからぬ、そう、スマホからいけるご本尊をまず見なくてはならない、そのご本尊をちゃんと見てもう一度その言葉をね発さなければならないファンボガチで検索する。あ、ファンボあれだよ。あの、私のことって書いてあるツイッターの固定にね、ファンボックスとかブースとかって、あの、固定に貼ってあるから、よかったら見てください。iPhone からだと面倒かなって。iPhone からだと、あれだよね、一回アプリを開いてからじゃなきゃダメなんだよね。で、やっぱり音おかしくない？今日。私だけなんかずっとエコーかかってるんだけど。私だけそう、いろりさん、あれだってガンジーさんがディスコで教えてくれるっていうから、あのディスコの雑談でちょっと指導してもらうといいよ、ガンジーおじさんにこっちは平気ですねって本当な、私の耳がやっぱりちょっと武道館アイドルあ、お願いします、ここでまた一人ゲイが生まれてしまったかブスのグッズもあるのね、また見ます、あー見て、ぜひ見てくださいね、やはり耳が武道館で、武道館の武の字がさちょっと古いんだわ、いや私の武道館、武道館ってこの字じゃなくないね、待って、あの私さって天才的なアイドル様になりたいんだけど、カノマさん、あ、免疫服配っちゃダメ、カノマさん免疫服配っちゃダメ、カノマさん免疫服配らないで、免疫服配っちゃうとね、あれなんだよ、あのね、あのなんだっけ、あのハイブリッドピオミンとかになれないんだよ、そうそう、ハイブリッドピオミンとかになれないから、そう、あのなんだっけ、あの一番底辺のねピオミンにしかなれないからね、あれなんだよ。あ、 YS3 さん来てくれてありがとう、あ違う、来てくれたんじゃなくて、あれか、あれか、うん、もらっただけの人か、あ、トラオちゃんももらったんだね、ヨシュウさんももらった、タケノコちゃんももらったんだね、そう、あ、そうそうそう、これね、あの免疫符もらった人はね、あれなんだよ、なんだっけ、あのなんだっけ、あのスーパーピオミンじゃなくてハイブリッドピオミンとかになれないから、なんかね1ヶ月ね、あの歯を食いしばって耐えねばならないってなっちゃうらしいそうなんだよ、
ピューさんのお姿良いのでグッズ欲しい。本当？ぜひもうね、あのアクリルスタンドとか18センチあるんだけど、13センチあるんだけどね、なんだっけ、3000円とかだから、ぜひね、感謝してください。射的の的にしてください。よろしく。そう、感謝できるように18センチにしたからね、よろしくね。自分の、100力を。そう、そうなんだよ。そう、配ったやつって、その1ヶ月間はね、あれなんだよ。配ったやつって1ヶ月間はね、なんだっけ、あれなんだよね。ハイブリッドとか自分たちであげられないんだよ。ショーなの。だから、そう、己でね、できないんだよ。嫌な射的だろ、なんでよ。そう、そう、それは本当に言っちゃダメなやつの、なんで。エグザさんいらっしゃい、コンピューニンです。なんでダメだったかい。そう、そう、だからね、ぜひね、射的の的にして。己を鍛えて。お、今日は50センチ飛んだぜ。未来は近いぞ、1メートル飛ばすぞみたいなね。そう、夏の射的に。おー、ピオニーピオニーっつって。行くのはいいみたいよ。行くのはいいよ、全然。ね、ぜひ、ぜひね、汁まみれにしていただいて、白濁で染めて、私を。その代わりちゃんとどういうシチュエーションでどういう風に言って、どういう風にどのシーンで言ったか、ちゃんと詳細に事細かく私に説明しなきゃダメだよね。ちゃんとね、それが嘘かなって思った瞬間に、晒すからね、私。おい、こいつ嘘ついてるぞっつって、他の女で言ったのに私で言ったって嘘ついてるぞっつって。金刊で待ったら、そうそう、戦士探偵ね。ヤングジャンプで OK なんだから、私の配信でも OK だろ。これでイエローカードついたら、ちょっとイエローマークついたらさ、ね、ちょっとそれはちょっと YouTube さん、ちょっと童貞すぎるんじゃないですか。いい加減にさ、なんかその YouTube さんも、思春期をそろそろ卒業しないとアウトでしょ。なんかもういつまで経ってもさ、なんか子供ついて、子供を背負っているすぎ、子供背負いすぎててさ、私もさ、平装とか普通に飾りましたって。なんで。じゃああれじゃない、なんかサランラップをさ、ふんわりかけりゃいいんじゃないかね。サランラップふんわりかけてさ、おー、ピオリーって、おーおーおーっつって。そもそもさ、モナイちゃんさ、そこまで飛ばないかもしんないじゃんね。なんかさもさ、俺はめちゃめちゃ飛びますみたいな顔してるけどさ、そもそもさ飛ばないかもしれないから、飛ぶ前提で話してるけど、己の限界ギリギリのとこまで置かなきゃいけないから、まずは60センチから始めよう。うん、ね。ね、そう、60センチから始めて、60センチに到達したら報告しよう、まず。うん、まずそこだよ。うん、かかるかどうかがわからんからさ、さも俺はめちゃめちゃ飛びますみたいな顔で、なんかめちゃめちゃ後始末かとか言ってるけど、まずはね、もう飛ばん。もう飛ばん、もう飛ばんか。そっか。まあね、学ぶはもうね、仕込んだ後だから、まあ、飛ばなくてもさ、もう、ところてんだとしても、もうワンちゃんところてんだとしても、もう役目は果たしたからね。そう。ちなみに乾いた精子を燃やすと、緑の、そうなの？嘘！なんで？待って、それすごくない？めっちゃトリビア。みんな知ってた？すごくない？なんで緑なの？待って、まだまだ現役引退だし。いや、その絵文字マジやめろ。いや、その絵文字さ、私の知り合いのカバがよく使ってるからやめてくれ。待って、そんなことより、待って、マジで緑なの？やばくない？どっかに選手売ってねえかな。やば、ちょっと待って、花火じゃん、そうだよ。待って、じゃあ昔の人の、まあ、もしかして花火は緑で、緑の花火は選手で作ってたってこと？待って、ちょっと待って、それさ、酸性とかアルカリ性とかそういうのが、関係してるってこと？じゃあワンちゃんマンジェルも、待って、じゃあ燃やせば違う色になるってこと？もう寝ます。もうそれピオニーの家にカチュレ突っ込んで、ピオニーを拉致して目隠してナンパですが、うん、大丈夫。私ね、そんな家を、カチュレ、
か、あの走行車で突っ込まなくても、あのガンって入ってきて首絞めてバコッとお腹あの殴ったりとかしなくても、私普通にガンって首絞められて、なんか 俺の子払うねみたいな感じで言われたら、あのあはいみたいな感じで速攻でド M なんで落ちるんで、あのそんなね家壊すとか武装なことしなくて大丈夫です。うん、どれだけ私の配信に来て、あの来てないかとかすぐバレちゃうから、そういうね乱暴なことは書かない方がいいよ。私がマジですっごいド M ってことがあの全然分かってないから、やり直し K は全然私のこと分かってない、うん、1から100まで分かってないから、 100分の1% 分かったかな、うん、名前ちょっと覚えたかなぐらいしか分かってないんで、やり直し、うん、いから酔ってると言っても全然分かってなさすぎてダメですね。はい、やり直しこいつは飛んだ戦士団旗出せた喧嘩この程度の薄くないと飛ばないと思う、食べすぎると濃厚すぎて飛ばんのよ。あ、そうなの、突然なんかマジレスありがとう。え、待って、そんなことよりみんなさ今日ちょっと燃やしてさ、え、待って、しょんぼりちゃんもさ、その、ね、寝る前にちょっとさ燃やしてもろて、あのちゃんと緑だったから実証してちょっと今日報告して、あのちょっとあのうん、あの別にツイッターでいいから、あのも燃やして、あのさちょっとえ、ちょっとみんな寝ないで燃やしてえ、ちょっとみんなさ、今こそ出す時よね待ってみんな今こそ出す時よね、そのあなたたちの溜まっているそのさ G ポイントに溜まっているさね、あなたたちのあの股の袋の中に溜まっているその白いタンパク質を今こそ燃やして緑にするコスモを燃やす時じゃないんだろうか今が。ね、眠いから許してくれ。いや絶対許さんぞいろりちゃんハイブリッドピオミンだとエロい声聞けないけど大丈夫上級ピオミンじゃないと私のアンアン声聞こえないけど、イクニアさん来てくれてありがとう。初見です。何の話ですか今ね。あ、自己紹介させていただきます。1月21日に初配信を迎えました新人 VTuber のピオニーって言います。よかったら仲良くしてね。得意なことは家庭菜園とお花を育てることと、お料理です。苦手なことは苦手なことは、カラフルなうねうねした虫に触ることと、あと、バナナ食べることと、あとね、冷たいお水にね、突然触るのが苦手です。よかったら仲良くしてね。私の配信は9割9分下ネタなんですけど、大丈夫ですか？よかったら仲良くしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。で、今はね、あの、ちょっと、リスナーさんが、あの、実は、あの、精子燃やすと緑色になるって知ってたっていうね、豆知識を爆弾発言を投下したことによって、私が、え、マジ？みたいな。そう、今からみんな燃やしに行こうぜっていう話してました。アマンボイス聞けないのか怖く、え、聞けないよ。書いてあるじゃん、ちゃんと。あの上級ピオミンになったらエロい ASMR が聞けるよっていう。初見さん覚悟はよろしいですか。いや、君の精子も燃やす時が来た。コスモを燃やすんだ。え、やばくない？だって緑って、しかもさ、え、これカノーマンさんが爆弾投下したんだからね。これ私が言い出したことじゃないからね。私が言い出したんじゃないよ。私が言い出したんじゃなくてカノーマンさんが言い出したんだからね僕女の子だから選手嘘つけという設定って言ってんじゃん出せんだろ、出してこうぜ。待って、あとさ、君たちさ、あのね、あのここにいる村田学さんはさ、お子様をね、カニさんいらっしゃい、来てくれてありがとう。あのね、村田学さんはさね、お子様を作ったからもうね、もう役目を果たしたけど、君たちは何のためについてるんだい、シンガー今燃やすためだろ、今君たちの花火を燃やすためだろ今君たちのコスモを燃やすためについているんじゃないか、この夏に今日このね、この草暑い夏にさ、君たちの緑色の炎を燃やすためについているんじゃないのかい違うのかいえ、待って、それめっちゃ私、ワイも二なりになりたいあ、ちなみに初見さん、私3サイズ言うと、M カップのアンダー70センチのウエストが66センチ、ヒップ120センチ超えで、トップが122センチでした。はい、よろしくお願いします。何言ってんだ、このウサギ確かに。
何言ってんだ私。いやこれさ、でもさ、私が悪いんじゃなくてカノーマンさんが全部仕組んだことだから、これ陰謀。え、まあ、みんな、はいはい、名刺入ってる人陰謀スタンプ使って、名刺入ってる人陰謀スタンプ使って、陰謀陰謀陰謀、これカノーマンの陰謀だよこれ絶対カノーマンの陰謀でしょ。待って、そうそうそう、陰謀よしよしいいぞ、いいよよしよしいいぞ、 LL いいぞ陰謀陰謀栃木県応援大使なのにね。栃木県応援大使とこの配信は全く関係ないですねちなみに私、栃木県のどこ、誰よりもめちゃめちゃいろいろ考えてめちゃめちゃ企画出してんのに、あれなんですよね、なんかあの出店するのにお金かかるんですよね。そうだから、そう出店するのにお金かかるんですよ、あれ。なのでちょっと企業さんがね、二の足踏んじゃうんですよね。そうなんですよね。そう、あのネタ明かしすると、なんでなかなかちょっと大変なんですよね。そう、私結構なんだろう、引退馬さんのなんかそういう企画だったりとか、それこそなんか平地、なんだろう、養鶏場とかで、なんだろう、平飼いの養鶏場さんとか、そういうとことかのね、動画とかいろいろね、企画とか出してるんですけど、なかなかね、通らんくて。そう、結構誰よりもその現地の、そのまああのあんまり知られてない温泉だったりとか、そういうところのね、案とか結構出してるんですけど、なかなかね、通らなくて。そうなんですよね。やっぱりちょっとお金かかるってなっちゃうと、企業さんとかもやっぱり、しかも月1万円ずつぐらい払わなきゃいけないみたいで、そう、なかなか大変みたいですね。はい、なので私の配信と応援大使は関係ないです。はい、皆さん そこはね、ちょっと切り離して考えてください私が下ネタだからとか全く関係ないんで、そこは全然関係ないんで大丈夫です。はいそう、現地のこととかはめちゃめちゃ考えて、活性化について協力してます。マーさんいらっしゃい、ホモホモさんいらっしゃい、ロロロさんいらっしゃい、来てくれてありがとうそう、私の下ネタ配信と真面目な配信は全く別なので、 そこはね、ちゃんとみんなね、まあ、わきまいてる人がほとんどだと思いますし、皆さんね、結構年齢層高めな方多めのね、配信だと思うので、その辺のね、ちゃんとね、切り分けはできてる方が多いと思いますが、一応ね、再度ご報告させていただきます。私がいただいているお仕事だったりとか、そういう応援大使のね、活動とか、そういうのに関してはちゃんと真面目な配信としてやらせていただいてますけど、いつもの配信と真面目な配信はちゃんと切り分けて考えてくださいっていうのは、ちゃんとサラノウェイショッピングモールさんにもちゃんとお話通ってますので大丈夫です。はい、で、それはそれ、これはこれでお仕事ちゃんとさせていただいてますので大丈夫です。はいはい、まあね、普通の人だったらその辺ちゃんとなんていうのかな、分かる人は分かるはずなのでね、それに対してまあなんかよく分かんないことを言ってくるのは大体キッズだからねTPO っていうか、一般常識のある方はとにかく言ってこないからそう、切り替え大事そう、切り替えは大事だから、そう、こう見えてね、無駄に知識はあるからねそう、まあ、なかなか難しいんですよね。企業さんとのタイアップっていうのはなかなか難しいので、そう、ちゃんとね、企画書出したりとかしてもやっぱりお金が絡んできてしまうと、やっぱ難しいんですよね。月、じゃあ、毎月1万円ずつ払って、じゃあ、まあ、そうだよね、まあ、バーチャルのショッピングモールに出店したところで、じゃあどれだけ利益があるのかみたいな感じになっちゃうと、まあ、うーんってなっちゃうからね、まあ難しいんだよね。で、私ももうちょっといろいろみんなに見てほしかったりとかするとことかいろいろあるんだけど、なかなかね、難しいところではありますよね。そう、交渉してもね、やっぱね、なかなかってのはあるよね。そう、そう、最終的に交渉するのは私じゃなくてショッピングモールさんなので、だから結局私っていう存在はそこにまあ、きっかけであるだけであって、なかなかね、そうってなるので、まあ大人の事情も挟まってきちゃうのでせっかくね、楽しい配信が台無しになってきてしまうので、あんまりね、深くは突っ込まないですけど、
まあ、たまにねそういう意見もありますのでね、ちょっとお話しさせていただいたところです。はい。まあね、そんなことより下ネタ話そうぜ。まあ一週間ちょっと前ぶりぐらいのね配信なんでね。はい、そんな感じでね、そう。あ、そうそう、あれなんですよ。あのね、そう、あ、なんだっけ、あれ、なんだっけ、あれあれあれ。そんなことより下ネタ話すやつやめ。あ、そうそう、そんなことより下ネタ話そうぜ。さあ、せっかくの3連休の中日だぜ。中日の夜にね、なんか、しょっぱい話しててもしょうがねえから。そんなことより下ネタ話そうぜ。そう、あのね、そう、なんかね、あのね、精子燃やすと、緑色になるらしいんだぜ。知ってる？みんな。え、なんで緑になるんだろう、ちょっと後で成分なのかな、ちょっと後でちょっと検索してみるね。ちょっと気になるわ。ね、あとさ、あのね、この3連休のうちにさ、あのね、すごいさ、あのね、私膨大な数の DM をいただいたんですけど、その DM の内容がね、ちょっと聞いてほしいんだが、マジで本当に、あの、全てが全て全員女からの DM だったんだよね。めっちゃ悲しくない？ちょっと男からの DM 待ってます。ね、やばくない？え、そう、緑になるらしいんだよね。そう。え、これさっきカノーマンさんがね、投げつけてきた爆弾なんだけど、そう、なんかね、あの、精液を燃やすと緑色になるらしいんだよね。え、違う、ママ活じゃなくて、あの、出会い系の DM がめっちゃ来てて、男じゃないんだよ、女なの。しかもなんか、めちゃめちゃやりたくてムラムラしてますみたいな。そう、いや、緑の DM じゃね、混じってるぞ、村田マダム。違う。なんかちょっと待って、あの、カノーマンさんからの先ほどいただいた、あの、コメントは、カノーマンさんのね、まずコメント処理するね。カノーマンさんからのコメントは、あの、ま、カノーマンイズ豆知識を、イコール、あの、精子燃やす、イズ、グリーンファイヤー。だカローマンさんは自分の精子燃やしたんじゃないの。俺は下ネタちょっと苦手とか言っときながらさ、精子燃やしたんじゃないの。カローマンさんお肉送ってくれるとか言ってきながら、全然お肉送ってくれないけど。てか、カローマンさんグッズ買ってくれました。みんなちゃんとピオのグッズ買ってくれましたか？新しいグッズ。前回さ、あの、で、あのさ、あの、なんだっけ、アクスタ2つと、アクキーだ、アクキー2つと缶バッジ出したけど買ってくれましたか？個体差じゃなくて、個体差？待って、カノーマンさんがもしかしてミュータントってこと？待って、カノーマンイズミュータント？マジか。その線は考えてなかった。ロロロさんちょっと天才じゃん。ロロロイズ天才。待って。プレデター、確かに。待って、カノーマンイズプレデターってこと？マジか。確かに。あ、もしかしたらカノーマンさんはもともと液が病気、確かに、もしかしたら性病かもしれんような。え、待って、カノーマンイズ性病ってこと？俺のネットで拾った知識だから。待って、いや、もうそんな逃げなくていいよ、カノーマンさん。いや、別に私の配信にプレデターが嫌おうと私が差別しないからいいよ。カノーマンさん、その自信を持ってプレデターだって言っていいよ。いいよ、カノーマンさん、プレデターだって。私はカノーマンさんのこと好きだから。カノーマンさんエイリアン。あ、カノーマンさんエイリアン側かもしれない。あ、確かにエイリアンかもしれないよね。いや、いいよ、別に。うん、エイリアンでも私は許すよ。いや、私は受け入れるよ、全然。うん、私差別とかしないから。私もさ、無駄に得積んでしまったノウサギだからさ、ね。そう考えたら私もどっちかっていうとプレデターかもしれないから、その肉を送るプレデターをやった。家のドアの前に黒い洋服が訪れます。心に。私は基本的に私は大体受け入れ型だから、別になんか、あの、アンチが来ても、いや、お前さ、みたいな、アンチダメ出しするタイプの人だから、全然なんとも思わんからさ、そう、別に私は、なんとも基本思わんから、そう、逆になんか、あの、いや、今すぐディスコつないで、今から通話しようぜ、みたいな感じのタイプだから、
痛くもかゆくもないんだよな。それプレデター、もう人間に優しい描写あったもん。確かにね、一緒に戦おうみたくなってたもんね。そうわけよかえ、だから別にね、もうカノーマンさんがね、もし口が滑っちゃったのかもしれないよね。自分はちょっと緑だみたいなね、私なら受け入れてくれるって思ったのかもしれないから、みんなもう言うのやめよう、もうあんま言うのやめよう、あんまり攻撃しちゃうと、あのカノーマンさんもさ、あのちょっと気まずくなっちゃうかもしれないから、もう栃木は、あ、栃木和牛じゃなくて、あのプレデターさんが送ってくれるのは、あの馬刺しですね。プレデターさんは、うん、そう、プレデターさんが送ってくれるのは馬刺しですね。はい、多様性を認める社会だから、そうそう、多様性をね求めていく社会だから、そうみんなも検証しようぜえ、まずカノーマンさんが検証するべきじゃない。今しこってさ、ちょっと今しこって、ここでしこって、え、ちょっと燃やしてさ、ディスコにあげてくださいよ。じゃあ、私がちょっと今ディスコつないで、ちょっと、あちくんさん、いらっしゃい、こんばんは。今ね、あの、ちょっと、あの、ここにいるカノーマンさんって方が、あの、精子燃やすと緑になるって話をしだして、で、カノーマンさんって実はプレデターじゃん、なんじゃないかっていう話を今してたところ、ナウです。大丈夫え、じゃあちょっと私が今、ちょっとここで、ちょっとミュートにして、カノーマンさんに、おしこる手伝いをして、で、ちょっと、あの、足があんあん言うから、あーとかってちょっとめっちゃ言うから、でそれでちょっとカノーマンさんをしこり手伝いをちょっと5分ぐらい手伝うから、でちょっとそれでカノーマンさんが言ったら、ちょっと今言ったぞっつって、今から燃やすからって言って燃やして、ちょっとカノーマンさんに検証してもらうか。ドライヤーで乾かしたらいける。え、乾かさないとダメなの？え、濡れてる状態じゃ、あそっか、濡れてたらダメか、燃えないんか。あ、濡れてたらそっか、燃えないんか。あ、そういうこと、カピカピにしなきゃ燃えないの。え、そういうこと？え、濡れてちゃダメん？乾くまでさ、3日かかる。え、マジかよ、マジか。え、じゃあみんな一斉に出そう。じゃあちょっとこの配信で、ちょっとみんな一斉に出そうぜ。濡れプレデター。え、待って、カノーマンさんの彼女は、もしかして乾燥のかってか、そういうこと？乾燥マンみたいな、そういうこと？え、カピカピマンみたいな、そういうこと？もしかして、乾いた鼻水みたいな。え、そういうこと？乾燥マンみたいな。え、そういうこと？おしこり大会。今からおしこり大会すっか？じゃあ、生配信でおしこり大会。え、待って、みんな今からじゃあ今日から、私、今からみんなちょっとしこってもらって、今、この配信中にしこってもらって、私が頑張って喘ぎ散らかすから、それでちょっとみんなでここでしこってもらって、で、それで、え、みんなできたって、抜いたっつって、で、ちょっとそれで、じゃあ今がちょっと、お日様が当たるとこに、干しに行こうっつって、干して、で、それで、3日後にみんなで一緒に点火すか。よし、点火みたいな。で、みんなででっかい花火打ち上げるか。火の玉合戦かよ。危なすぎんじゃん。え、じゃあ私もなんか燃やすものが欲しいな。なんか燃やしたいな。どう、燃えたっつって、俺は黄色くなったとか言って、個人差が出るかもしんないよね。俺青いんだけどみたいな。俺赤いとか言ってて。え、緑になると限らないから、ね。ちょっとね、ひろたま送り。え、わかんないじゃねえ。何か感じにする人出てくるぜ。え、でもさ、緑に、え、待って、緑にならなかった場合ってどうなっちゃうの？え、ちょっと、え、え、ね、緑にならなかった場合ってどうなっちゃうの、その場合は。え、待って、緑にならなかった場合のこともちゃんと考えよう。え、それガガ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 ンガンとか、あるの？あの、病気が発見される場合もあるんですか？あの、その時のことも考えよう、ちゃんと。あの、みんな保険入ってる？ちゃんとね、緑以外は人外は、あ、そういうこと？人間じゃないってこと？あ、マジか。プレデターってこと？あ、そういうこと？え、オメガマンさん、こんばんは。生変化してくれました。あ、いらっしゃい。今ね、あの、精子燃やすと緑色になるっていう話があるから、今から一斉にみんな、あの、出してもらって、あの、3日後ぐらいに乾燥したら一斉に点火して花火大会やろうかって話してるんだよね。参加する？一緒にでっかい花火打ち上げようぜ。夏らしい。夏らしい花火打ち上げないか。
ピオニーと今年の夏は花火大会やっちゃわない。で、緑色じゃないと、もしかしたらプレデターの可能性もあるから、だから、そう。だその時はどうしようかって話しましたんだよね。うん、真面目に。うん。臭そう。いや、臭くないんじゃない？やっぱ、燃えるから。わかんないよ！臭いかわかんないけど、そのプレデターか病気？全国花火大会開催、そうじゃあ、 あの北海道から燃やしてけみたいな感じで、北海道天下みたいな青森はいるかって岩手はいるかみたいな、岩手行きますって天下っつポーつって岩手の火が上がったなっつって発揮おいせしっつって ちょっとあれ自分で言っててさ、この配信ほんと頭悪いなと思ったちょっとやばい、はい緑ですすげーみたいな、グリーン指差し確認 OK グリーンっつっておっとイエローっつってこの配信がイエローだわやばい、この配信がイエローだ危なすぎんだろこの配信、アウト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 ダウト一周回って逆にグリーンかもしれんわ花火かしばらく見ないか、己の精神で花火打ち上げようぜもうあれも嫌な人間証明だろ出る限界を超えると赤が出るぜ、そうなの、え、すごい、そうなの、え、待って、え、何回出すと、あ、チョコミント父さん、コンピューニーです。来てくれてありがとう、赤月さん。今ね、あの、精子カピカピにして、点火すると緑色になるって話してるから、全国各地のピオニーに、ピオミンにね、今から射精してもらって、で、3日後まで乾燥させて、で、北海道から順に、3日後に点火して、花火打ち上げようぜって話してた。バンになったらバレよ。バンにならないよ。私今までバンになったこと一回もないからね。え、てか、別に悪い話してなくない？医療行為だから。え、みんなさ、これ誰か通報したら、私そもそもちょっとマジで本当やりに行くからね。医療行為だから、これ。病気かプレデターか、人間の健康のチェックだから。申し訳ないけど。え、みんなさ、え、どういう、逆に聞きたい、みんな。みんなさ、これ、どういう気持ちで聞いてるんですか？ねえ。あ、そう。ムカリさん、これなんか3日間ね、わかんない。ちょっと私見たことないかわかんないんだけど、そういう、ちょっと、精子見たことないかわかんないんだけど、3日間しないと乾燥しないんだって。一斉に DM でも、あ、違う、ディスコードつないで、燃やした瞬間私が見届けるみんなの。よし、岩手グリーンチェック OK！ みたいな。よし、次行くぞみたいな感じで。逆にみんなこの配信どういう気持ちで見てるんですか？いやらしい気持ちで見てる人いる？誰かいやらしい気持ちで見てる人挙手して、誰もいないでしょ。私はみんなの健康を考えて、ぶっちゃけ漫画みたいに大量に出んよなって。え、大量に出していこうぜ。うん。玄関越えていこう。ね。頭が真っ白になっちゃうぐらい玄関に出していこう。ないない。でしょ？いないでしょ？ね？いないでしょ？だから、そう、いやらしく、なんか、やってたら、それは、バン対象だけど、これ申し訳ないけど、エンターテインメントとかじゃなくて、みんなの健康チェック、いわば、これは医学的な配信なんで、はい。医療行為です、医療行為。健康チェック、はい。健康チェックです。いねえよなーそう、すごい真面目に考えてるから、そう、私すごいみんなのことめちゃめちゃ考えてるんで。私もリスナーさんのため、リスナーさんが怪我したとか言ったら、マジ反響欄で電話してるから、本当に。病院とかに本名で電話かけちゃうから、本当に。実際本名でこの間も電話かけたし。うん。まあ、ホムホムちゃんに聞いてもらったらわかると思うけど。もう入院したとか言ったら、もう泣きながら電話したし。もう、リスナーさんがね、入院したとか言ったら、本名でガチガチで電話したし、泣きながら。大丈夫なんですかつって。もうそれぐらい リスナーさん大好きだから、だからもう本当にそういう VTuber なんで、バイタルチェックで、本当よ。そう、みんながね、射精管理、うん、射精管理ではない、うん、いや、もう別に出したくなったら出しな。
ただ3日間かかるから、そうだからもうコロナのチェックと一緒ですよ。そうコロナのチェックと一緒、3日間かかるから今出して、で3日後の配信で一緒にみんなで花火見ようってだけ。いや私のね配信申し訳ないけど10代 5% もいないから。たまに高校生とかさいるじゃん、ね5回ぐらい配信来て大体来なくなる。で私のさパーセンテージ全部見れるんだけど、大体20代後半、前半がちょろっといて、後半から30代がピークで40代前半ぐらいがーって下がってく感じ。3日間どこで保存する？3日間お日様の当たるとこに保存してこう、カピカピにしなきゃいけないらしいから、ちょっと味が濃すぎたから。そうちょっとね濃い味、ちょっと濃い味。そうちょっとねごめん、キッズにはちょっと早いんだわ私の、ちょっとまだ世界が追いついてないからさ。そう私ねこの間からさ文字英語さ文字入りにしてるのに全然映らないんだよね。ワールドワイド目指してるから私、そう世界に通用するピオニーになろうと思ってるんだけど、なぜかさ文字オンにしてんのにさ、なぜかさ文字が表示されてないんだよね。なんだっけ、通訳オンにしてるんだけど、なぜかさ通訳オンにされてなくて、家族の洗濯物と一緒に干すのが一番やな。私の友達のオナホ干してるから窓辺に。それと一緒に干すのがいいんじゃないかな。ガンジーさんそうやって気持ち悪いコメントしてるくせにさ、全然気持ち悪い人じゃないからね。アジア初ピオニー配信。ピオニーが世界に通用したしても世界がピオニーに通用できないぞ。なんでよ。おかしくない？なんで私が羽ばたこうとしてる世界になぜ世界は私を受け入れないのか。絶対私世界のが通用すると思うんだよね。なぜなら私外人さんに声かけられる率めちゃめちゃ高いから。これは健康チェックだよ。そうだよ、みんなの健康チェックだから。みんな最後に寝たのはいつ？ティッシュおちゃんコンピオニーです。今ね精子燃やすと緑色になるって話をカノーマンさんからしてきて、私からじゃないからね、カノーマンさんからしてきたから、みんなで今から精子カピカピにして3日後にみんなで精子燃やして花火打とうぜって花火作ろうぜって話してる。そう世界はまだピオニーに追いついてない。いや世界がっていうか日本が私に追いついてないんだよね。いやそもそも私は配当例が悪いと思ってるから。いや配当例のせいで日本は衰退したと思ってるからね。オワコンだろ。昨日抜いた。あそう、な何で抜いた、抜いたの。何で抜いたの。英会話はさスパークで学んだ。大体ね私チンダイパーとかねやばい英語はね大体サイスパークで学んだ。そう豊臣秀吉アンチのピュー、豊臣秀吉はあまあ言わんけど。うちに行こう、うちに行こう。ディックフライオフ。刀狩りでオワコン言う人初めて。いや配当例悪いやろ、配当例のせいで日本人のね志はだいぶ終わったと思って私は。ピオニーちゃんのネタで抜いた。嘘だろ、ロロロロロロ、嘘だろロロロ。そもそもさロロロさん私の通話券入ってないじゃんさ、ファンボックスは入ってるけど通話券入ってないじゃん。そもそも通話券入ってない段階で私のネトラレでどうのこうのとか言う資格ないし、もう本当に私のことネトラレでどうのこうのするだと思ったら、ちゃんと私と通話して、私の通話しながら、ああピピ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 お兄ちゃん、申し訳ないんだけどちょっと今からちょっと抜くから、ちょっとおなさぽしてもらっていいですかみたいな、それぐらい気持ち悪い電話かけてくるぐらいじゃないと私そういうなんかコメントを全く信用しないから、申し訳ないね、ガチ勢だから、それぐらいしてくんないと私全く信用しません、よろしく。そりゃ股間の刀狩りにあれば日本は衰退する。股間の刀狩り。歌うじゃん、股間の刀狩りにあったんですか。じゃあ今はあれですか、宦官ってことですか。
ティオさん、センシティブハンティはファンアートなんですか？え、私のせ、私は基本センシ、あの、基本全然全部、あの、全裸ファンアート OK っす。ハイトリは明治やねって。そっか、それ、それもあるけど、その前に一回あったよね。サムラの中でもヘタレとかいそう。ああ、確かにね。そう、いや、なんかさ、あれさ、そうそうさ、私さ、あれさ、いいなと思ったんだよね。ファンの方がさ、あの、絵師さんとかにさ、あの、ファン、スケブとか頼んでさ、あの、ピオニーちゃんの絵描いてもらったからとか言ってプレゼントしてくれたりとかするじゃん。あれとかさ、やってもらってるさ、VTuber さん、いいなと思ったんだよね。そう、あれさ、いいよね。アフターケアもね、あ、お掃除フェラーってやつ。お掃除フェラーってやつ。お掃除フェラーリー。あ、音で良ければ全然するよ。ジュッポジュッポするわ。ピオニーさんの ASMR 聞きたい。 ASMR、 あれ、どっかで怒ってなかった？私3回ぐらい配信したよね。3回ぐらい配信した。そう、私の ASMR はでも、もう今後、あの、極エロにしようと思ってるから、あの、ハイブリッドピオミンじゃなくて上級ピオミンだけしか配信聞けないようにしようと思ってるから、聞きたいんだったら上級ピオミンよりどうぞ。8月はね、配信始めるから。そう、なんかね、あの、なんだっけ、先月は、あの、そう、あの、上級ピオミンに入りたくても入れなかった人がいたから、あの、今月、来月は自分たちでレベル上げられるから、上級ピオミンになりたい人は上級ピオミンになれるから、だから来月、8月からはね、あの、エロ配信始めようと思うから、あと実写も、実写の配信もね、やろうと思ってるから、ちゃんとね、この衣装作ったから、私。だからね、衣装作ったんだけど、父がパンパンすぎて、あの、ほぼなんかもう乳輪隠し見たくなってるから、あの、そう、ガチ M カップあるから私さ。まあ、見たい人は見たい人は上級ピオミン入ってください、よろしくね。そう、二次元を超越しちゃったから、ごめんね。ちょっと私さ、無駄にでかいからさ、 M カップもあって大変なんだよね、生きるのも大変だしさ。そう、よろしくお願いします。そう、ただなんか、あれ、あれ大丈夫なのかなね。YouTube 的に大丈夫なのかな。まあ、まあでも来てるから大丈夫か。そう。いや、でもなんかあれだね、なんかすごい情報手に入れたから、ちょっと私、あれ、ちょっとこの後めちゃめちゃ調べるわ。あの、君たちの出すタンパク質について。イラストの方が控えめって全体見もすぎる。え、そう、このイラストが健全すぎるんだわ。申し訳ないけど、私の肉体の方がエロすぎて、逆にどうしようって感じ、本当に。今月の仕事が来月のお仕事につながるです。そう、私申し訳ないけど、今月の支払いやばすぎて、今月生きられなかったら来月は死んでるからね。来月生きてないから。YouTube くんの晩年思春期だから。いや、YouTube くんは思春期って言ってるだけで、ぶっちぎり思春期じゃないでしょ。こいつ思春期ぶってるだけだと私は思ってるよ。だってなぜなら私のアーカイブ全部生きてるからね。逆にさ、私思うんだけどさ、なんか、あの、健康器具配信とかさ、めっちゃあんあんあえでさ、あの、バーとかってめっちゃ音とか鳴ってるのとかさ、あの、全然ああいうアーカイブ生きてんのに、なんで私の、なんか、あの、めちゃめちゃ健全なアーカイブが攻撃とかもしされてるんだったら、私はもうそういう、あの、アーカイブローラー作戦で、あの、通報しまくるけどね。私が死ぬなら他の人も一緒に道連れにするタイプだよ。なんで私がダメでこの人はいいんですかって私は言いに行くよ、本当にもう。いや、本当になんか英語でやり取りする。逆になぜ私がダメだったのか、ちゃんとあの、一字一句全部ね、教えてもらいたい、本当に。いや、だって私めちゃめちゃ健全じゃない今のとこ。だって火遊びしようぜって言うだけだよ。君たちから出るタンパク質で火遊びしようぜって言ってるだけだよ。めっちゃ健全だぜ。バイブ狩りする。バイブ狩り受けるんだが。そちらの、あなたの刀は、それは、あの、健全な刀ですかつって。抜き刺し、あなたが鞘ですかつって。あなたのその日輪刀は真っ赤ですかつって。真っ赤に燃えているかつって。あなたの日輪刀からは、タンパク質は出ないんですかつって。意義ありできな。あなたはちょっと、あれ、マウスが。
あなたの一輪灯からはタンパク質出ないんですか一の方っつって一の方感謝っつって目の前を真っ暗にする、失明の恐れありっつって黒い日輪灯かもしれない確かにちょっと笑うからやめてね、どんどんやばいだろね、本当にもう初見さんが来なくなっちゃうからやめて、みんな危ない配信だと思われちゃうでしょ私の方の終了宣言、いやまだいける、スティルキャンゴーの精神でいこう、まだいけるこれからまだこれからだよ本当に命を燃やせられる、顔に紋章が、顔にあざができちゃうあざじゃなくてさ、なんか横断ができちゃうまで頑張るんでしょ消せない今をつって誰かのために強くなれるならありがとうって悲しみよって赤いの出ちゃってからがほんま世界に打ちのめされてって負ける意味を知ったってグレンの花よ咲き誇れって俺の珍王ってやばいだろ、グレンの花咲き誇っちゃったらやばいだろ、珍からやばっ命燃やして生をつなぐんかって運命いいよって目指してってつないでってやばすぎんだろ疲れもらわなくなる、いやいいんじゃない、もうだってもうね柱だからね、みんなみんな一本の柱だよ地まで燃やす、いやそうだからね、そう火吹くまでってやつよね無残にたどり着かんぞいやもう逆に無残になっちゃうかもしんないよねみんな一人一人が無残の職種みたいなもんだからさね股間が無残になるぞ、股間が無残になるかもしんないよね、チン柱、みんなチン柱になるよね、君たち一人一人がチン柱だよ、私のみんな、私の一人一人がチン柱だよ、私のね大事なチン柱だからじゃあ私は何、万柱ファンボー花畑で自社ビューリーさん見えます、なるほど、お試しで入ります、お試しで入るって何、来月も継続しないんだったらなんか悲しいから入らないでお試しで入るなんてそんな悲しいから入らんで来月もなんか応援してくれるとかそれぐらい好きになってくれないんだったら入らんで、なんかやだカンロッツと別のベクトルの柱キャーかっこいいっつって、キャーかっこいい、あの人も、あの人はどんなふんどしなのかしらっつってふんどしじゃないわ、多分グレーのボクサーパンツっつって、あの人のシミはあの人はどれぐらいブレてるのかしらっつってムン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 しちゃうわっつってこの幕張メッセやばいあ、そう、私 M カップの幕張メッセです、よろしくお願いしますインキャ幕張メッセです、よろしくお願いしますマン柱せめて父柱にしないか巨乳ポジションはでもね、確かにね、みつるちゃんがいるからね、確かにみつるちゃんも結構あの M に近いからね、あの子もだいぶ爆乳だからね、でも多分みつるちゃんより全然でかいし、あのだいたいみつるちゃんのキャラやる人たちって多分ヌーブラとかつけてるけど、多分私何もつけんずにできるし、みつるちゃんよりでかいあの人のチ、あの人のチームはどんなチームなのかしら、ドキドキしちゃったあの人のチームはどんなのかしら、ドキドキしちゃうっつって、あーっつって漫画濡れちゃうって、一の方っつって塩水っつって終わってんだろ私、待って待ってね、 おかしいでしょ言わせんなしやらせんなし強いっすよ、そうねえおかしいじゃんね、おかしいおかしいグローしすぎてるだろなんか嫌な話だろ、はあ嬉しいだろ、喜ばしいだろ
喜ばしいだろ。一の方塩水っつって水あのなんだっけ水水のさ呼吸じゃないのね。マンの呼吸。バキューム感半端ないんだが。水柱も枯れてるか。いや絶対絶対やばいだろ。ちょっと待って鼻水できた。刺激が足りないな。ごめんね、なんかちょっともっとあのなんかすごいね、なんかすごい技考えないとね。確かにね、マーの呼吸って実質マーヘじゃないか。マーヘじゃないよ、何言ってんの。マーヘバカにすんだよ。マーヘあよくないらしいよ、あんまりするのよくないらしいから。そうマーヘよくないらしいからね。お仕置きだべ。はぁ、どの面下げてってんだよ。とりあえず一回出して外に干してから、一回外一回さ、ちょっとあの気絶するまで出して外に干したきてからコメントして3日後のために。いややばすぎんだろ、明らかおかしいだろこの配信。この面。あのなんだっけ、あのムカレさんもちゃんとあの私の新しいグッズ買ってくれた。アクキー2種類と缶バッジ出したんだけど買ってね。あの来月今月っていうか11日にね新しいグッズ出したから絶対買ってね。夏来たらすぐ乾きそうね、確かにね。ああ、なんかやっぱりなんかおかしいな。誰が先輩になるんだろうねって。やんただよ。誰じゃないよ、あんただよ。言い出しっぺでしょ。あ、明日は猛暑だからきっと乾き早い。いや、カノーマンさんが人柱でしょ。いや、あなたが筆頭にでしょ。ダメをやらなきゃ。え、これカノーマンさんやんなかったら私めちゃめちゃ言うからね。DM するよ、マジで。カノーマンさん やったんすかつって。いや、私通話でも聞くからね。カノーマンさん通話権あるからね。いや、カノーマンさん通話権あるからさ、私めちゃめちゃ言うからね。え、カノーマンさん、出したんすかつって。え、燃やしたんすかつって。あ、どうなったんすか、あれつって。あの、ちゃんと結果聞くまで電話、あの、切らないからね。何の呼吸なぎ。めっちゃ縮んでんじゃん。なぎって何。なぎって何それ。なんかステルスミサイルみたいな感じ。最初に選手の話したのピューさん、ええそうだっけ。え、私じゃないよね。え、カノーマンさんじゃない。え、それ陰謀じゃない。え、違う、それ絶対陰謀だって。カノーマンさんの陰謀でしょ。絶対おかしい、カノーマンさんの陰謀だって。おかしい、おかしい、私が言い出したんじゃないよ。ほら、陰謀だっつっとるよ。おかしい、おかしいよ、やっぱおかしいよ。せめて柳にしとこうやってた。そのぶっといきなり。さっきのアクスタは3ヶ月記念のやつ、あ、ううん、3ヶ月記念のやつじゃなくて、あのね、さっき言ってたアクキーは、ね、ニューって書いてあるやつか、アクキー2種類と缶バッジかな。そう、さっきあの、なんだっけ、ガンシャしてって言ってた18センチのやつは3ヶ月の3ヶ月記念のアクスタ。そう、それそれ。陰謀ですわ。ホムホムちゃん、名刺入ってくれないですか、名刺。アーカイブで確認してみ、はあ、そこまで言います、そこまで言うか、やるか。いや、いいよ、私は電話でカノーマンさん抜き散らかすわ。電話でアンアン言って、カノーマンさん抜き散らかして、え、抜けたって、抜くまでアンアン言うわっつって。で、あの、頑張って私がカノーマンさんをなさっぽして、で、ちょっと抜けた、じゃあそれちょっと外に乾かしてっつって。出すようなアクスタ。ガンシャ用のアクスタ。18センチ。いやさ、なんかね、そう、ほら、アクスタのガンシャに、アクスタのガンシャの流れ、あ、そうだったっけ、
そんな話したっけ、ごめん、私過去振り返らないタイプだからさ、ちょっと覚えてないの、ごめんね。私常に未来しか見てないからさ、申し訳ないね。天日干し。ごめんごめん、ちょっと覚えとらんわ、すまない、すまなんだ。申し訳ない。ごめんね。そう、ちゃんと、あ、カノーマンさんはグッズ買ってくれたんですか。そう、みんなね、みんなグッズ買ってくださいね。明日から発送始めるんで、みんなね、今日ね、そう、いい女振り返らないものさ、って。ドロンジュって。そう、みんなね、今日、明日からね、発送始めるからね、よかったら今日のうちに、なんだっけ、グッズ申し込みしてください。お願いします。そう、よろしくお願いします。ヤシの木、何度も立ち上がり、いつでも直立。勃起。チカパシ。アイヌ語で勃起。チカパシ。アクキー買って仕事のカラビラにつければいいのか。あ、本当、つけてくれる、嬉しい。で、そしたら、なんだっけ、私のさ、ツイッターの ID とさ、あとな、ハッシュタグピオデートってつけてさ、お出かけ、一緒に職場行ってくれたら嬉しいです。よかったら、なんか、タグつけてやってくれたら、推し活してくれたら嬉しいです。お願いします。そう、みんなね、あんまり推し活してくれないんだよな、そう。私、多分ね、なんか、2番手、3番手の女みたいなポジションで、再推しにしてくれる人あんまいないんだよな。ゴールデンカムイのゴリラと下ネタ回されたから、私、金カムは、あれだよ、私、語らせたら、一語一句めちゃめちゃずっと壊れたラジオ見たく語り出しちゃうからやめた方がいいよ。金カムはめちゃめちゃ読んでるからね。神々棚祭りにしよう。本当、じゃあ、ムカデさんちゃんと、いっぱい買ってね。チェキもね、あるからよかったら買ってください。家にして。じゃあ、よし、家用にじゃあ、あれ、知るか、白黒で飾り付けて送るか、ムカデさんには。ね、そう、グッズはね、そう、結構作ってるから、結構ってわけじゃないけど、そうだね、ちょくちょく作ってるからね、金カム原価を高くする。あ、金カムは私、唯一ね、書籍で持ってる、漫画ですね。他は大体電子書籍なんだけど、金カムだけはね、なぜかね、私、なぜかっていうか、金カムはね、好きすぎてね、ちゃんと書籍で持ってますね、全部。最終巻だけまだ持ってないんでね、お母ちゃんにそうやって写真撮るね。ラッコ鍋のセリフ全部思い出す。ラッコ鍋、かわいいかわいいかわいいってやつでしょ。かわいいストリップルでしょ。ムーバーってやつ。このなんだっけ、あ、ちょっと待って。あれ、ちょっと待って、あれ、ちょっと忘れちゃった。久々だからな、ちょっと待って、金カムネタもね、久々だからね、ちょっと予習していくね。ちょっと金カムの日ってのを作ろうか。今日は金カムしか喋らないみたいな、パンパンってやつでしょ。かわいいかわいいかわいいは覚えてるわ。なんか久々すぎて、なんかこのまたぎ、そうだ、このまたぎスケベすぎるだ。先生がさ、愛を足しましたっつってさ、腕毛も描きたい、すね毛も描きたい、指毛も描きたい、だけどそれじゃ漫画が売れないから描けないっつって、ファンブックでめちゃめちゃ書いてたよね。またぎっていう単語がすごいエロいとか言ってて。スモースようぜパンパンってやつね。それだーっつって。あ、リークさんいらっしゃい、こんばんは。今ね、金カムの話してました。はい。そうそう。あれ、私も、ちょっと好き。あなたはやばいね。いや、だからね、金カムの話しちゃうとね、わかんない人出てきちゃうから、金カム祭りの時はさ、金カム祭りっていうちゃんとさ、サムネのタイトルにしないと。その人だけ教える状態の尾形、いや、あれもなんか、あーあーって言って、声優さん無駄に会えただけだからね、アニメバージョンだと。めっちゃ津田さん会えたからね、あーあーあーって言って。なんか熊田やってるの見たことある。確かに。
あの、ね、好きだーっつってね。あいつやりやがったやりやがったぞだんだんってやつでしょ。もうどんどん応援してるじゃんってやつね。いや、ラッコ鍋じゃなくて、今ね、あの、クマとやってる時の話して、そのまま死んでるってやつでしょ。クマもなんかの、バックでやられてるやつでしょ。いや、すごいよね。いや、キンカムはね、ちょっと私語り始めたら、ちょっともう限界オタクになっちゃうんで、キンカムはまた別の期間にちゃんと、キンカムだけの、あの、話の気にしよう。二兵ね。二兵銃ね、やばいよね。チカパシがあの、あれでしょ、なんかあの、なんだっけ、あの、セックス怖いって言っちゃうやつでしょ。なんだっけ、あれ。アイヌ語でなんて言うんだっけ、忘れちゃったけどさ。おったたらま死んでるやつね。そうそうそう。あと、あれだっけ、あの、親ビーンって言ってさ、なんか、お前の乳首気持ち悪いんだよってやつね。あれも好きだった。皮剥いでくるってやつ。ゴールデンカム見たことないけど、話聞くと、暗い俺のフルティングって感じ。いや、なんかね、なんかね、ちょっと違うんだよね。なんか、あの、とりあえずね、ただ、キンカムは、あの、ぜひね、あの、カローマンさんも絶対好きだから、見た方がいい。いや、カノーマンさん絶対好きだと思うよ。うん。あの、うん、やばいから。うん。カノーマンさんは絶対好き。これはね、私、あの、断言できる。カノーマンさん絶対ハマるから、見た方がいいよ。そう。親ビーは、この乳首も好きって言ってくれたんだってやつだからね。うん、めっちゃ楽しいから、これはね、ぜひ見た方がいい。カノマさんは見た方がいい、うん。これはね、裏切らないから、絶対。金カマは裏切らないよね、基本的に。あのヤクザのエピ、作者の米、この恋の物語は涙するだろうっていうのが、あいさ、そうそう。そう、あれウケるよね。でも、あ、なんかもう、うん、またぎがさ、ただのホモの おもちゃになってんのもウケるよね。もみもみ、お前は太りすぎだから、太りすぎだ、走れとか言って。あの、本当に脱がなきゃいけないんですかとか言って、脱いでさ、もっとちょっと足を開いて、とか言って。かわいい子だね、とか言って。え、見たことあるんですかって。そこにいるじゃないか、とか言って。風呂入ってきますね。ほら、わかんない人が出てきちゃったじゃないか。だからダメなんだって、キンカムは。で、私壊れたラジオ見てくせにどんどん言えちゃうからダメなんだって。ね、キンカムはさ、またちょっとキンカムのその、キンカム親分と姫でしょ。わかるわかるけどさ。え、キンカムはさ、キンカムの日を設けてちゃんと。え、キンカムはマジやばいんだって。いや、途中まで読んだことあるじゃん。いや、全部読んでくれよ。え、途中までじゃなくて全部読んでくれよ。せめてさ、少女団まで読んでくれ。頼むから少女団までを読んでくれ。お願いだから。ね、頼むから少女団までを。あの、俺は少女団のお荷物です。ブヒーまで読んでくれ。頼む。源次郎ちゃん、源次郎ちゃん、ね、源次郎ちゃん、源次郎ちゃんまでは、あの、ウェーイまではね、あの、ぜひ読んでいただきたいですね。はい。ヤンジャンの回し物見たくなってる、この配信。やばいな。あ、そうさん、いらっしゃい、コンピューニーです。今ね、キンカムの話してたよ。そう、そうさんもね、よかったらね、あの、7月11日にね、新しいグッズ発売したので、よかったら買ってください。お願いします。そう、ツイッターのね、固定とね、あと、今日のね、コメントの固定欄にもね、あの、ブースの、なんか、リンク貼ってあるんで、よかったらグッズ買ってください。お願いします。はい。ベリコ先輩、マジかよ。だからもうやめろって、お前らやめろ。正直ないの話、中盤あたりだったけど、中盤、そうだね。この中盤だった、あれがいっちゃう、ちょうどいい切り返しぐらいだよね。そうそうそう。ベリゴ先輩だから、やばいんだって、正直。金カムはやばいんだって。ちゃんとさ、金カム会を設けようよ。ね。金カム同時視聴、金カムこそ同時視聴しようよ。あ、姉畑までは読んだのね。あれ、あの、少女団ってさ、姉畑以降だよね。モットーだよね。ね。バーニャの上位手前だったって、バーニャか、バーニャってやつでしょ。あれ、ちょっ
てようわからんからね。なんでお前らポーズ決めてんだみたいになってっからね。しかもいつの時でも帽子をかぶってる主人公っていうね、あれもようわからんからね、ジョジョかよっていう。いや私さ、あれさ、お風呂とコラボしてたじゃん、あのなんだっけ、あのなんだっけ、金華もお風呂とコラボしてたんだけどさ、ちょうどいい時にさコロナが始まっちゃったからさ、そのお風呂のコラボ行けなくてさ、行きたかったんだよね、めちゃめちゃお風呂のコラボ。ねえ、あれ行きたかったんだよな。なんか銭湯のコラボしてたじゃん、金カム。そう、金カム頭おかしいよ。いや金カムは基本頭おかしいからね、みんなでさイエーイとか言って遊んでると月の瞬間人が死ぬってやつだからね。めっちゃ楽しいからね、だいたい金カムは頭おかしいからね。 そのこの金返しが最高なんだよ。アホルモさんコンピューリーです。今ちょうどね金カムの話してたよ。いやちょっと金カムの話してた、めっちゃ楽しかった。って言って一旦風呂に行ってきます。もうすぐ配信終わるよ。日常編がね癒しっていうか、突然人が死ぬからね、バーンつって。こいつ大丈夫だろうと思ってたやつが死ぬからね、本当に。いや、ね、金カムはちゃんと金カム会を設けてちゃんと話しましょうね。分かんない人出てきちゃうからね。ちゃんと金カムの話するよって1週間ぐらい前からちゃんと、そう言っといて、それで話そう。いや今日も特盛り濃厚な話でしたな、めちゃめちゃね、あれだったね。金カム会は撮ろうね、金カム会はね。いや見たことないか見るか、いや金カムは見よう、見た方がいい絶対に。あれアニメもいいけど漫画絶対見た方がいいよ、電子で、絶対見た方がいい。あのね、ぜひね、でもねアニメの追加のところもあるから、あのぜひね、あの電子でもいいし、あのなんだろう、あの漫画もぜひ読んでもらって、でさらにアニメも見てもらうと、声優がねマジいいから、いい味出してるから、ぜひ見てください。あの本当にいいから、最高だから、マジで本当に。金カム会は作ろう、うん、ゴールデンカムイ会やろう。ゴールデンカムイ雑談絶対行く、本当。やばくないかね、ゴールデンカムイ会とサウスパーク会は作りたい絶対に。アニメは少し見たことある、あ本当、あれ少しじゃなくて全部見なよ。いやマジ頭おかしくなるからね、あれ好きな人で悪い人いないから、そう仁義重んじるよね。鶴見さんやばいよね、脳汁が、あいっぱい出たってやつね。私もお供しますぞってひらって入ってさ飛んでさ、お供しますじゃないだろっていう。あのさ、なんかあの仕込むさ銃作ったりとかするのやばくない、あの人。なんだこの知らないおじちゃんって、よかったねなんとかくんってやつ。ありがとう知らないおじちゃんってやつ。で実際知らないおじちゃんが撮ってるさ、誰だお前とかっつって。いやちょっと本当に金カムはやばいから、金カムは別にちゃんと時間取って話そう。ちょっと私ももう一回名前ちゃんと覚え直すわ。名前覚えるの苦手だからさ、一回ちゃんと覚え直しますわ。うんね。鶴見中、悪役なら憎めないところがむしろ部下。いや、あの人さ、やばくない、あの、消しの花が後ろに入ってさ、あのさ、スッってさ、こうやってさ、あの、なんていうの、あの、のれをさ、指スッって入れてさ、サーって出てきてさ、ファーってさ、消しの花が飛んでるじゃん。まーって入ってくるじゃん。あの人ガチやばいよな。大好きなんだけど。耳とか取っちゃってさ、しかもさ、ピアノにさ、そのさ、耳取った方のさ、耳、せっかくさ、あの首飾りかなんかにしてたのにさ、あのピアノでさ、ガーンとかって、ピアノにさ、あの押し潰すじゃん、耳。マジかわいそうなんだけど。ねえ、あ、ロードさん、いらっしゃい、おやすみなさい。ロードさんももし時間あったらね、ゴールデンカムイっていうね、あの漫画が面白いからよかったら見てね。いやーね、チタタップね、あれいいよね、寄生虫のこと考えなければなかなか。
ね、なんか鮭のルイベとかさ、あれ普通に売ってるからね、食べてみたいよね。美味しそうだよね。ね、いいよね、あれ。そう、一時期ね、そのイヌイットの食事、作者もさ、すごいイヌイットの食事とか作ったりしてるじゃん。そう。ね、いいよね、そう。そう、なんだっけ、イヌイットの博物館、北海道の博物館あるじゃん。なんだっけ、なんとかっていうところ。あそこの博物館の園長をしてる方、館長か、館長してる方が、ちょっと私、知り合いなんだよね。だから、いつかちょっと行きたいなと、コロナじゃなかったら行きたいなと思ってたんだけど、そう、ちょうどコロナになっちゃったからさ、行けなくてさ、そう、いつか行きたいなと思ってるんだけど、そう、なんだったっけ、名前。もがつくんだっけ、ろがつくんだっけ、なんか、なんとかとかってところ。じゃあ、私、名前ず全然覚えられないんだけどさ。ね、ちょっといつか行きたいなって、あの辺勉強しに行きたいなと思ってるんだけどね。そう。ね、そう、なかなかね。しかもさ、なんか一時期さ、金カムスタンプラリーとかやってたんだけどさ、何せちょっとさ、車ないとさ、無理っていう。ちょっと、土地が広すぎてさ、北海道さん。ちょっとさすがに無理ゲーすぎて行けんっていうね。うん。そうなんだよね。そう、限定のやつとかあったんだけど、ちょっといけんくてね。そうね、ちょっと。うん、行きたかったんだけどね、行けなかったんだよね。そう、仕事もあったしね。そう、行けなかったんだよね。私、車運転できる人知らなくてさ。そう、ちょうどそう、アニメイトに就職した友達とね、ちょっと一緒に行きたいねって言ったんだけど、そう、あの子も車運転できないし、私もできないから、さすがにちょっと歩いていくには、ね、ちょっと北海道無理ゲーすぎるから、ヒッチハイクっていうのもちょっとね、つって。そう、だからちょっと犬で来たっていうのもなかなか無理な話だから、犬ぞりも無理だからさ。そう。だからちょっと無理だから、そうなんで。だからちょっとね、そう、試されるスタンプラリーで同時に九州の鬼滅スタンプラリーも大概だけど、九州で鬼滅スタンプラリーやってたんだ、知らん。じゃあ、鬼滅はね、そこまでね、没頭しなかったんだよね。あまりね、鬼滅は私そこまでハマらんかったんだよな。北海道行ったら札幌ビールコラボ缶が欲しい。あ、そんなのあるんだ。はい、そう、北海道のとこが厳しそう。そう、私ね、基本的に街は歩き回るタイプだから、台湾とか行っても電車ほぼ使わんで歩き回りまくるみたいな。金沢とか行った時とか、そう、金沢とか、なんだっけ、広島とか、夜行バスとかで大体行くんだけど、そう、これもね、そのアニメーターの友達と行ってたんだけど、その友達と行ってた時とかも、大体夜行バスで激安の旅で行って、で、基本電車とか使わずに全部徒歩みたいな、靴がぶっ壊れるまで徒歩で行くみたいな。でもそうそう、さすがに北海道は徒歩無理だねってなって、そう。で、さすがにちょっと行けんなーってなってね、諦めたんだよね。そう。で、その間中ずっと壊れたラジオみたく、そのセックアンドシティとか、その今ハマってる漫画とか、そのサウスパークとかのネタをずっとね、ぐる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 なんか言い続けるっていう。ベルセルクはね、私全部一応読んだんだけど、ベルセルク説明のシーン長いよな。ちょっとね、私ね、いや、全部一応読んだよ。全部読んだんだけど、ちょっとね、そこまで没頭しなかったね、私。ベルセルクはね、そこまで没頭しなかったのよ。あ、そう、ビールの牛山先生が書いて、あ、そうなんだ。私ね、ビール飲めないからね。そうなんだよね。ちょっと牛山先生は半ペンでしょ。先生っつって。お前そんなまだ持ってたのか、捨てなさいってやつでしょ。チンポ授業終わり。 そう、北海道は修行僧もやらない。あ、そうなんだ。仕事でインドネシアに出張した時、1ヶ月はホテルから出れなかったんです。え、そうなんだ。あ、で、小姫ちゃんいらっしゃい。今ね、ゴールデンカムイっていう漫画の話してるよ。確かにベルソーか文字。さ、私ね、文字数多いのダメなんだよね。そう、私意外とね、擬音が多い方が好きかな。なんかね、そう、私結構ね、結構、な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 んていうか、結構ね、文字数多いと、ワンピもね、結構ね、文字数多いのが、そう、お上泣かせろ。
ドゥーンってやつでしょ。あら立派な角型ってやつでしょ。脳みそすぐ食べちゃうからね。ペロリっつって。いや、オカミっつって。あれやばいよね。うん、あれやばいよね。そう、なんかそう、なんかね、文字数多すぎ、ワンピもね、初めはめちゃめちゃ頑張って読んでてたんだけど、なんか文字数多すぎちゃうとね、文字に負けちゃうんだよね。絵を読むより文字読む見たくなっちゃうから、頭に入ってこなくなっちゃうんだよね、なんか描写がね。そうだからね、ハンターハンターもね、すごいハマってたんだけど、初めの方は。最後結構解説系になっちゃうから、それでね、読めなくなっちゃったんだよね。一応なんかなんだっけ、グリードアイランド編まで頑張って読んだんだけど、最近は全然読めてないんだよね、そう。なんか絵で覚えるタイプの人、私、なんか結構。なんかそう、絵で脳内が勝手にセリフが再生されるタイプの人間だから、なんかね、そうだから、あんまりね、なんか説明描写が多いと苦手なんだよね、私。そうなんです。ちょっとね、あれだね、金カムは金カム会ちゃんと作ろうね。そうだね、うん、結構いい時間まで喋りましたね。みんなよかったらファンボックスと、あとファンボックスと、あとグッズ、ファン、フィクシブファンボックスと、あとなんだっけ、新しいグッズ、よかったらアクキー2種類と缶バッジ買ってくださいね。お願いします。金カム会楽しみにします。あ、本当、金カム会やるか。じゃあ私1から全部読み直すか。また壊れたラジオみたいな、今日はもう金カムの話しかしないからみたいな。ね、金カム会やるかね。じゃあそれでみんな金カム分かるようにしといてください。1ヶ月前ぐらいから告知すれば、金カムみんな私レベルに追いつく。みんなどうしたら復習できますか。1週間前ぐらいにから言えば私に追いつきます。どうしたらみんな私に追いつけますか。ね、せっかくだからね、みんな私に追いついて。ね、小姫ちゃんね、今日も暑かった ね。でもね、私クソニートだから、そう、家から一歩も出てないからさ、そう、アベマで全話見とく。あ、そうだね、見といてみんな見といてね。そう、ぜひ見といて。あとさ、私前さ、ちょっとタイタニックの話したじゃん。タイタニックの映画の話したじゃん。そう、私実はさ、この1週間ぐらいずっとタイタニック見ててさ、タイタニック映画で見たけどさ、なんかやるシーンの話ばっかりしてたじゃん、私。なんかさ、大人になってからさ見るとさ、タイタニックって全然めちゃめちゃいい映画だね。なんかさ、私めちゃめちゃさ、あんなさ、人の車でなんかやるシーンの話しかしてなかったけど、なんかね、その話をしてた自分を殴りたくなったよ、私は。なんかさ、ここでさ、みんなめちゃめちゃ物語がさ、めっちゃあってさ、取り回り1800円分かった。ありがとう。ありがとうございます。なんかさ、個々のさ、人それぞれでさ、ちゃんと人生ドラマがさ、ちゃんとあってさ、なんかね、音楽ね、沈没する時の音楽隊ね、あの人たち実話だしさ、バイオリニストの話もさ、実際に存在した方たちだしさ、あの方たちってバイオリニストの方とか特にそうだけどさ、なんかもともとあの船に乗船するはずじゃなかったのに、なんか友達の強い勧めで乗船したんだって。で、しかもなんか結婚間近で婚約者がいて、で、だけど、まあ、友達の友情を取って乗船して、で、しかもなんか、なんだろう、みんなにね、笑いながら死ぬ瞬間どうするみたいな話してて、で、いや、僕は死ぬ瞬間も音楽を弾き続けていたいみたいなね、話を実際にしてて、で、実際ああいう風になったじゃん。で、あの人たちって、一応一等車の人たちのゲストだから、ちゃんと船に乗れたんだよね。だけど、あの人たちは、音楽を弾き続けながら、その亡くなるって道をちゃんと選んで、最後、その背中にね、バイオリンくくりつけた状態で見つかってるんだって。だから、あのバイオリンってね、実際、1億円とか、まあ、1億ドルか、とかの価値がついてるんだけど、そう、だから実際そういう、
ことだったりとか、あと実際になんかおじいちゃんおばあちゃんがさ寝室で2人で抱き合ってるシーンとかあるじゃん、あれも実際実在した方のお話だったりとか、そうな結構なんかファンボの話さっき濁しちゃったけどちゃんと入ったまま報告します。本当ありがとう。そうファンボ入ってくださったら鍵アカにピクシブ経由で招待しますので、後でピクシブの方にメッセージを送りますので、よろしくお願いしますね。確認してください。よろしくお願いします。そうなんかそういうのもそうだし、結構やっぱギリギリ命の危険にさらされて、やっぱ人間ってやっぱ本性出るし、なんかなんだろう、小さい時は分からなかったけど、なんかこの人は悪い人みたいな、そういうイメージでしか見てなかったけど、でも実際婚約者がああいう状態になって、でしかもなんか生まれも育ちもこういう状況の人だったら、なんかやっぱりああいう態度に出ちゃうだろうなと思って、だしなんか結構なんか悪者的な存在の人いるじゃん、婚約者の人、あなたの魂は腐ってるみたいな感じで言われてたけど、でもなんか人のこともやっぱり憎めないし、なんかなんだろう、レンタルで買ったから見える期間って決まってるから、なんだろう、その見える期間いっぱいいっぱいまでずっと私タイタニックずっと見てたんだけど、なんか見るたびになんかいろいろ発見があって、なんかすっごくやっぱりなんだろう、興行収入もすごかったし、やっぱ長い時間放映されてただけある作品だなってすごく思ったし、撮影中にやっぱいろいろハプニングがあった作品だっていうのもある程度知識入れてから見たんだけど、やっぱ俳優さんも女優さんも、まあ、皆さんすごく苦労されて撮影されてただけあって、うん、なんかやっぱ心に染みるものがすごくありましたね。なんか私結構昔の作品がすごく好きで、逆になんか最近の映画ってあんまり好きじゃなくて、みんなが結構知らないみたいな作品が結構好きだったりするんですよ、映画だとね。そうちょっとなんか初めの下ネタから結構想像できない真面目な話になっちゃうんだけど、そうなんかなんだろう、結構人間味がある作品が結構好きで、そうなんかドカバカ人が死ぬ作品、ただそういう作品とかよりはちゃんと意味があったりとかする作品のが結構好きで、ね、そういうの見つけた時のがすごく好きで、そう婚約者のとかせっかく助かったのにかぶれ損して自殺しちゃう、そうなんかそれもそうだし、そうそれもでもなんか人ってすごい不器用だよね、なんか不器用だけどでもさ、なんかめちゃめちゃローズのこと好きなんだなってのは私はすごく思うんだよね。なんだろう、だから人さ、もしかしたら本当にちゃんと人のこと愛してくれる人でもめちゃめちゃ頭のいい人と一緒にいたら、もしかしたら株で大損なんてしなかったかもしれないよね。人すごい不器用じゃないね、見てた私はそう思うんだよね。なんかただの心がない人ではない気がするんだよね、本当に。そう、無線トラブルで亡くなった人多かった。タイタニックは無線トラブルっていうか、そこまで私ちょっとタイタニック号自体のそういうヒューマンエラーとかのことに対してはまだちゃんと調べてないんだけど、うん、私そうタイタニック放送された時、放映された時ってめちゃめちゃちっちゃかったからほぼ覚えてなくて、そのなんかセックスシーンだけしか全然記憶になかったんだけど、ちゃんと改めて見たら、なんだろう、今大人になってね見たら、そのこの人は悪い人みたいな感じ、婚約者のこともそういう風に見てたんだけど、でも今大人になって思うとなんか本当にただ不器用なだけの人なんだなって思うし、全然悪くない。私が婚約者だったらもうちょっと人のこと深掘りして描いてもいいんじゃないかなって思うし、まあ、結構ないがしろに描かれがちだから、もう結局人悪い人みたいな感じの印象がみんなに強くなって、結局ジャック、レオナルド・ディカプリオさんが演じたジャックがめちゃめちゃヒーロー役みたいな感じになってるけど、そうだけどなんだろう、うん、でお母さんはなんかすごく冷たい人みたいな感じだけど、でもまあお母さんはのなんだろうね、その背景っていうのも描かれてないから、
ね、でも実際さ、めちゃめちゃ貴族でさ、あの生まれも育ちもめっちゃ貴族で、早く旦那さん亡くして、で当時のイギリスの情勢とか知ってると、イギリスの社会ってあれなんだよね、どんなに金持ちとかでも、まあ、あの時ってどうだったかちょっと私、歴史と照らし合わせられないんだけど、昔のイギリスってめちゃめちゃ財産とかあったとしても、男しか財産引き継げなかったりとか、そういう時代とかもあったぐらいだから、ちょ、タイタニックの時代がどれだったかちょっと私わからないんだけど、でしかもそれなのに借金だらけだったって話とかあるじゃん。でそうなったらやっぱり娘にはいいとこに嫁いでもらわないと自分の生活ができないっていうのもわかるし、そんな中でやっぱりちょっとローズがああいう行動しちゃうっていうのは、お母さん的にもああいう態度になっちゃうのもしょうがないなって思うしさ、そりゃ突然で出てきたイケメンに対してそりゃあんな態度になるのも当たり前だし、うん、まあなんかいろんなことがあるよなって、なんだろう、ちゃんと時代背景とかも描かれてるし、でしかもなんか実際になんかそのね、ジャックの名前の本当同時なんか同姓同名の方が実際乗船されてて、三等車に乗船されてて亡くなってるっていうのもなんか実際あったらしいしとか、なんかね、なんかいろいろ感慨深い作品だなと思って、そう改めて大人になって見てよかったなと思った。だからまあみんなね、記憶があやふやとかの人はね、ぜひもう一度改めて見ていただきたいなと思いました。はい、突然の真面目な映画レビュー前半のね、下ネタ配信とはね思えない。私の配信って大体ね、前半やばいことばっか言って、後半結構真面目な話で終わるんだよねなんかね、タイタニックは、私なんだろう、人生で見てよかった映画のうちの一つにちゃんと入ったな、心に結構なんか、逆になんかあんな命の危機な時に、自分がさ、なんだろう、例えば1日しか会ってない、1日か2日しか会ってないくて惚れた相手に対して、なんだろう、あそこまで冷静に、あそこまで情熱的に、あそこまで自分の命を投げ打って行動できるかってなった時に、なんかそれだけの、なんだろう、まあ恋っていうか恋愛っていうか愛っていうのを、まあ、あの人は一生分を2日だけど、それを燃やしたんだなって、すごいことだなって思うし、すごいきらめきを私は感じたね。あのディカプリオさん演じるジャックに対して、でそれをすごい綺麗に描いてるし、それに対して、なんだろう、結局そのジャックとの約束を叶えたそのローズ役の、まあ、ケイトさんの女優さんと、そのおばあちゃん役になった人の、あの人がの最後もう素晴らしかったなって、演技力も素晴らしかったなって思うし、そうだね、あとやっぱり実話ってだけあって重みが違うよね。それだけの人がやっぱりああやって亡くなってしまったっていうことを、やっぱりなんか、私基本的に、なんだろう、船とかって沈んだものを引き上げたりとかするのあんまり反対派だからやっぱりね、そうだよね、なんか昔の人が亡くなってるもの、それこそ墓荒らしっていう単語もあったけど、そういうのも私はあんまり好きじゃないから、そう、なんだろう、戦争とかで亡くなって、母国に返してあげたいとか、なんかそういう目的でとかならわかるけど、なんかね、あんまりそうじゃなくて、お宝が巡ってる、眠ってるから、それを掘り起こしてどうのみたいなね、そういうのはあんまり好きじゃないから、なんかそれを、なんだろう、探検家の人は、なんだろう、気を改めてなんかやめたりとかしてるじゃん。なんかそういうところも、なんか話のまとめ方としては結構なんかすごく良かったなっていう、そう、
すごくよ、綺麗に書かれていたなっていう、大人になって改めて見て、うん、とても良かったなと思いました。なんかやっぱり、うん、綺麗なものは綺麗だなって改めて思える作品だったな、うん、あと綺麗なものが綺麗だなって思える、うん、自分の心にもすごく感謝した私は、うん、綺麗なものが綺麗だって思えるってことは当然ではないからね、うん、だから、うん、すごく良かったなって思った、改めて。だからもしよかったらね、みんなもタイタニックよかったら見てみてください、はい、とてもね綺麗な作品なんで、うん、よかったら共有できたら嬉しいです、はい。そうだね、うん、そう、結局そこにまだ居続けてる人もいるかもしれないからね。そう、やっぱ思いって残るから、うん、うん、そう、思いって残るんだよ。そう、やっぱりね、そう、死んで終わりじゃないから、そうと私は思うんだよね。そう、誰でも死んで終わりではないと思うんだ。特になんかそういうね、なんか無念とかそういう気持ちっていうのはね、特に残りやすいものだと思うし、あといろんな思いがあるじゃん。なんだろう、もう最後ってなった時にさ、ね、なんかそういうのが最後だからこそあなたと共にいたいとか、最後だからこそなんかね、自分が設計した船と共に沈むとかさ、あの船長もそうじゃん、自分が最後見逃したからって言って最後ね、船長失礼ね、終わったりとかさ、まあ、本当にそうだったかは分かんないけどね、でも、まあ、映画の中ではそうだったりとかするから、そういう思いとかがあるものに対してやっぱりなんかそのなんだろうね、お金目当てでやっぱつついていいことではないと思うんだよね、私はあくまで個人的な意見ね、うん、でそういうのをまあ、ローズ役のね、あのおばあちゃんの話を聞いて、その探検家っていうか、そのまあそういうあの方がね、まあ、僕は3年間ずっとタイタニックのことを考えていたけど何も知らなかったなって言って、その探索をやめて、ね、引き上げてっていうのがなんかすごく私はなんか、あ、よかったなって思ったし、うんうん、映画のまとめ方もすごく綺麗だったよね、うん、あとなんか映画の作りもさ、そのタイタニックが沈没するまでのさ2時間40分で作られてるとか、その細部にわたるまでさ、めちゃめちゃね、こだわりがあって、私はすごく、うん、いいなっていう、そう、なんだろう、検索すれば検索しただけその小ネタが出てくるっていうさ、私そういう作品めちゃめちゃ好きで、そう、なんかだからそういうのもすごくいいなって思いました、うん、だみんなもね、もしなんかうろ覚えとかだったら、今見てもね、全然なんだろう、絵が古くないから、うん、絵も古くないし、光もね、すごく綺麗な光だから、うん、そう、なんか安っぽい光じゃない、なんだろう、フィルムが安くないから、うん、綺麗だから、そう、映像もめちゃめちゃ綺麗だから、最近のね、その辺の B級とかより、 B 級っていうか、その辺の、映画より全然綺麗な光だから、よかったら見てくれたら嬉しいです、はい、ね、一緒に綺麗なもの共有できたらいいなって思います。うん、はい、そんな感じでね、23時2時間喋り通しましたけど。うん、はい、うん、あとね、やっぱね、ローズ役のね、ケイトさんね、めちゃめちゃナイスバディだから、まあ、あれで大体、F カップぐらいかな。よかったら裸見てみてね。うん、なかなかね、まあ、私はあれの15倍ぐらいでかいけど。突然マウントを取るっていう。うん、まあ M カップと比べたらね、ごめんね、でかすぎてごめんね。でもね、乳輪もでかいから。乳輪も M カップだからさ、ごめんね。そう、大体ね、自分の拳
大体自分の手のひらの2分の4分の3分の1ぐらいかな。あ、チェキと同じサイズだから私の乳輪が、うん、私の乳輪はチェキと同じサイズだと思ってくれれば、チェキが、私のチェキが届いたら、あ、ピオニーちゃんの乳輪のサイズかと思いながら、そう眺めてもらえればいいと思います。はい。はい、はい、じゃあそんな感じでね、終わるか。あとね、あのね、毎日最近ね、ショート動画上げてるんで、斬新すぎるグッズ制で、ほう。あのね、毎日ね、ショート動画上げてるんで、よかったらコメントといいねつけてくださったら嬉しいです。お願いします。みんなショート動画と、あと私のね、配信でもね、あの、いいね、グッドマークと、あと、あの、コメントつけてください。お願いします。そう、あ、そう。あと、ファンボックスと新しいグッズお願いします。買ってください。はい、そんな感じかな。はい、明日もね、配信頑張ろうと思うので、この間も言ってたっけ、私このこと。うん、配信頑張ろうと思うので、よかったら来てくれたら嬉しいです。はい。はい、じゃあね、あ、とりあえずね、なんか別に病気とかじゃなくて、あの、普通にただね、あの、タイだ。ただね、名負けてただけだから、ごめんね。ちょっとね、あの、クソニート夏休みだった。いや、内岐阜今日のチャット収益320円。切なで、小銭はさ、あの、小銭はさ、ナイステか。小銭はさ、あれだよ、あの、YouTube の収益でほとんど持ってかれちゃうから、あの、1000円以下はさ、あれですよ。1000円以下はさ、明日のね、ジュース、豪華なジュース買うようにしな。ありがたいけどね、あの、3割持ってかれちゃったら手元残らんから。ね。あ、アストーちゃん、コンピューニーです。遅かったね。もう終わりだよ。うん。よかったらまた明日来てね。はい。今日はね、あの、まあ、今北産業的に言うと、あの、精子を燃やすと緑色になるって話と、あと映画の話、終わりやって。え、だって私は今日9時から配信するって、ちゃんと告知してたじゃん。ね、だからもう、いつも通り、もう今日はもう終わります。はい。はい。初見だったけど、なかなかインパクト強かった。うん、ありがとう。これで君も、一つ強いチンコになったね。じゃあね、また、明日もね、配信するから、よかったら来てね。はい。じゃあまたね、おやすみなさい。おつぴよにーでした。またね、おやすみなさい。バイバーイ。あ、間違えた。バイバーイ。おつぴよにーです。またね、明日ね。バイバーイ。明日もしあれだ、もしかしたらね、朝、あの、朝活するかも、起きたら。バイバーイ。おやすみなさい。またね。バイバーイ。